特に今日ご提案したい、特に後半で重要なのは、消費地から農家を支える実践事例として、東京都世田谷区の例をご紹介したいと思います。それで、TPP、ご重要です。初等中等教育、つまり幼稚園、保育園から高等学校は適用除外でございます。つまり、給食については対象外です。これ重要ポイントね。ということは、学校の給食とか食堂は日本の農家を支える要になります。ぜひ山梨県でもご検討いただきたい。このことはしかもですね、国産選択とか地産地消を推進、生産地と消費地の連携によりと書いてるんですが、あとは石川さんにお任せしますが、世田谷区ではすでに給食からのマーガリンの排除が完了しております。これなんかもすごいですね。はい、次行きましょう。はい、でこれはちょっと前回の提出、はい、そうです。すいません、おかげさまで CM がありますが、書籍の方第2版が出ましたので、ぜひ一冊でもご協力いただければと思います。ということで、私のパート終わりにしたいんで、あとは、世田谷区の実践事例についてですね、石川さんから詳しくご説明いただきたいと思います。はい、じゃあ、まあ、こうですね。ありがとうございました。はい、じゃあ、講師を書いていただきまして、石川さんよろしくお願いいたします。改めまして、石川文子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私もともと政治学とか日本政治総史の研究をしておりまして、現在3人の育ち盛りの子供を育てておりますので、日々ですね、どう食べさせるかということを、いかに安くでも安全は譲れない、安全安心は譲れないということですね、日々奮闘しておりまして、そんなことからもですね、一消費者としても一母親としてもですね、食の安全というのはもう我が家にとっては何よりも大事なテーマでございまして、そういう中からですね、世田谷区でどういう実践をしているのかなということをご紹介をさせていただければというふうに思っております。はい、よく TPP のメリットなんていうことでいろんな解説記事がですね出ますけれども、例えば NHK の解説なんかでですね、関税の削減や撤廃は価格の低下や競争を促し、消費者にとっては商品選択の幅が広がり大変なメリットになるかということを聞いたりとか、日本テレビのニュースの方でもですね、肉やバターのほかワイン、水産物なども関税が引き下げられることになり、今後店頭での値段が下がって消費者が恩恵を受けることが見込まれるなんて書いてありまして、どうも TPP イコール食べ物安くなるから消費者にとって非常にいいことなんじゃないかみたいなですね、妙な賛成論、推進論みたいなものが幅を利かせていまして、これはどうも消費者にとっては単純にいいこととも言い切れないんじゃないかなというのがですね、そもそも私の非常に怒りのポイントでございます。先ほどもね申し上げましたけれども、こういう安直な農業ファッシングというものを、許してはならないということで、ぜひですね、生産者の皆様におかれましては実情というものを本当に発信していただきたい。都市の、ね、消費者もこんなに現場を、ね、犠牲にしてまで安くしてほしくないって思うのはやっぱり事実ですから、そこはね、いいですよね、本当に、人間の顔をした鬼じゃないかと思いましたけど、ひどい話ですよね。いや結局ね、回り回って実は自分の首を絞めますからね、消費者の。でもこれ一応フォーラム4はどんどん潰れちゃったみたいですね。そうですね、そのさっきのね、私の地元の成城でその会合がありましてですね、なんか生活者ネットがこの小賀信也に騙されてなんか取り込まれてたんですね。あとはあれですね、維新の小野さんですね、もう戻ったかもしれませんけどね、これ代表選出られるってことは、小野さん戻ったんです。ってことは、あと長妻さんだけですか、騙されてるんですよね。なんかね、するのか。でも長妻さん、なんか桜井よし子さんとも一緒に講演会してまだ桜井まだその、衛生報酬の桜井どうしたいのかよくわかりませんけどね。最近ね、桜井さん、料理で自民党で正体がバレちゃったらしくて、実は、ね、日本より台湾の味方だってことがバレてしまいまして、どうも最近は長嶋さんとか細野さんとかそのあっちの方に行かれてる次のターゲットですね。
次のターゲットっていうのはね、はい、はい、次の、はい、さあ、ここから、まあ、じゃあまあ安くなるからいいじゃないってそんなにね世の中単純なままではないし、だいたい安くなるっていうことは必要な何かが削られてるっていうのをね消費者としては勘どころを働かせなければいけないのかなというふうに思っておりまして、まあ、やっぱり安全を犠牲にした安価な食料品が流入しないようにすることっていうのは消費者にとっても、まあ、ひいては日本国民にとってはですね重要なことなのかなというふうに思いまして、まあ、先ほどお話ありましたが、やっぱり TPP は初等中等教育、保育園、幼稚園から高等学校までは適用除外ですので、ここでちょっと一つ知恵を働かせようと。知恵はただですか。ここで私たち何とかしなきゃいけない。でそこで消費者も立ち上がらなければいけないなということを思っておりまして、まあ、例えば食品安全条例を作るなんていうことによって安全性を担保できないかとか、こういうことをですね考えたいと、私消費者の立場から、まあ、頭を使うしかない職業なので考えていきたいと思いますけど、やっぱりトランス脂肪酸の規制とか遺伝子組み換え表示義務の強化とか、これはあれですか、例えばこれ宮川先生ね 1% にできませんか、ヨーロッパの道に今 5% ですからね、そうこれね、それからねやっぱりね餌、うん、これね山梨県でちょっとご検討いただいていいと思うのは、この牛肉にはとかこの鶏には遺伝子組み換えの餌を使ってませんっていう表示をね任意でやるっていうのを一度お考えいただきたいと思うんですね。甲州地鶏さんなんか結構本当にそれ売りにされてますからね、やってます、やってます、はい、あ、卵です、あ、ありがとうございます、もうぜひですね、あ、それで先ほどちょっと近畿会の先生がおっしゃったように、あの丸粒のコーンがしんどいんで潰す圧変する機械をぜひちょっと山梨県で買ってあげてほしいということが出てますので、ぜひよろしくお願いします。この間見に行ったね、あの牛肉の塚田牧場さんありますね、あそこなんかもね牛なんだけど丸粒じゃなくて潰してるそうですからね、ぜひちょっとアッペンの機械だけちょっとやるだけでできるのもありますんでね、はい、まあ、ですからやっぱりここのねここをうまく使っていくってことで保育園、幼稚園、小中学校、まあ、高等学校の給食ですとか、あとはやっぱ館長ね、山梨県庁ですとかそれぞれの自治体のねあのお役所などの食堂での地産地消の推進促進ということをですね、あのまずできるところからやるということをできないかなというふうに私は思っておりまして、次お願いします。あとはですねやっぱりじゃ あの消費者の選択肢としてはこう表示がすぐに分かる、何を使っているかが分かるということが重要なので、何を使っあの選択肢がないものではなくて自分で原料を買ってきて作っちゃえば一番安全だ安心だということなので、まあ、そのためにはですね、家庭科とか公民等の義務教育における消費者教育とか食品安全教育、調理指導なんかをですね、より充実させるということが非常に重要である。そしてですね、あの世田谷区 の, あの保坂区長なんかもおっしゃっていまして、皆さんであの5時に仕事を終えて6時に家族で、食卓を囲めるようにしようなんておっしゃっているわけですが、それはやっぱりねあの職場と家が近いなんていう条件がないといけないですし、そもそもですねそんな特別な日だけのことではない食事というのはですから、まあ、全般に労働時間を短縮にして、自炊時間を確保する、そういう方向性でねより本当の豊かさみたいなことをみんなで考えていきたいと思うわけですね。まあ、それからまあ軽減税率とか賃金の上昇誘導、まあ、同一労働同一賃金とか最低賃金の引き上げなんとかですね、それから教育費無償化などの政策によって、要は消費者の可処分所得を増やしましょう。で可処分所得、使えるお金が増えたらそこは少し高くても安全で安心な食というものにお金を払っていこうじゃないか、そういう形でですねみんながもっと食っていうものを考えたいというふうに思いますね。あのすみません、ここなんですけどね、あの宮本先生ご存知と思うんですけど、官邸の方が8000億以上じゃないと消費税増税そのものを見送ると通告したようになります。それでね私も思うんですけど、これあの公明党は 1.3 兆円と主張して自民が4000億でしょ、足して2で割ったら8500ですから、中間点よりも自民寄りの案が出てるわけですからね、もうこれで飲んでくださいよって気しますね、お願いしますよ。だってさ柳本さん落ちちゃったじゃないですか。それで、まあえて言いますけどね、あの柳本事務所に僕いたらね、あのね、あの公明党はさっきも言いましたけど税調会長が選対委員長兼ねてるんですよね。ね、石川さん一番いじめちゃいけないという事務所、一番
気に入られなきゃいけない人を殺しちゃうというところです。そのこと柳地元事務所に僕電話したらもう、ああこれが来年の参議院選挙で起こらないことを祈ります。試算によると下手したら10勝22敗とかで恐ろしい。1人でも言わせ言うの怖いじゃないですか。いやでもうちは10勝の中に入りますけど、ね、入れますけど、特に小沢さんがなんか水島ちゃんのとこ行ったみたいですし、ね、本当にそんな状況です。私ももうちょっとあの京都なんかでもあの方弱いから3位になるんじゃないかと噂さんがものすごく井上さん来てますから、そんな状況ですよね。でね、柳本事務所なんて言ったのか、もう選挙にならんって言ってね、いや本当ね申し訳ないけど野田武さん議員辞めてくれないかっていう人も多かったぐらいで、もう本当今度はもうだってね4000億5000億って言って補正予算の6分の1でしょ、出せない金じゃないんですよ。しかもアベノミクスで予想よりも3兆円ぐらい、法人税増えてるしインボイスが入るから絶対出てきますよ、あの4兆5兆ぐらいね。もうね本当困ります。もっぺんねじれ国会したいのかなと思ったんですけど、野田武さんひょっとしてさアベノミクス終わりづらいんちゃいますよ、ひょっとしてこうねじれ国会にしてねじれ国会だと多分安倍内閣退陣でしょうから、なんかこうこれ増税しやすくなるからで、こう意地悪してんのちゃいますよ、ひょっとして。まあそういうわけでね、多分ね僕の聞いてる情報で、まあお菓子どうですか、お菓子はいいんじゃない、菓子菓子は8200億ってなるとね、牛乳は入るけどチョコレートとかケーキはなくなるんですけど、主婦の立場でどうですか。まあ、お菓子はちょっとね、実用としてね菓子パンがパンの分類に入るのであれば、まあ制度設計としては、まあ、育児中の母としてはですね、まあやむを得ないところは、まあ、これならいいかなという感じではありますね。ちょっとですね、実は中小企業の方ご心配されてますけど、実は簡易課税の方はみなし単一税率という私が提案したのが通りましたので、あの分かんなかったら A ヤーポンで 9% で申告できるのでご安心ください。はい、以上でも結局こういう食の安全ということで自炊をしてですね、あの地産地消でなんかやっていくとですね、これは健康にも良いので、まあ、長期的に見ればですよ、保険料ね、健康保険なんかにも軽減できるんじゃないかなというふうには非常に思いますね。はい、次お願いします。まあ、ですからじゃあやっぱり国産食品の安全性を強化にして付加価値を高めていく、だからこういうことでですね、単純な価格競争に巻き込まれて中国産だアメリカ産だよりも価格を下げなきゃみたいなですね、変なあの疲弊合戦にですね陥ることなくですねやっていくというのがやっぱりあの賢い戦略なのかなというふうに思ってまして、例えば非遺伝子組み換えの資料を使うとか、ここすごく大事なんですよね、これね本当に重要なんですよ、ね、あと低農薬有機栽培などの工夫を促進するなんてことをやっていくと、実は国内の農業畜産漁業の保護にもつながっていくのかなということでありまして、消費者としてね微力な消費者ではありますけれども、まあ、こういうですね実は大きな国家的プロジェクトに参加できるチャンスであるということですね。はい、はい、まあ、これ先ほどもお話ありました、まあ、あの生物濃縮なんかがありますのでね、問題遺伝子組み換えちょっとかなり問題があるんだろうというところですね。これどうなんですか、山梨さっきおっしゃったその自主的にマークを出されてるんですか、そのなんかその餌は遺伝子組み換えではありませんっていうのは、そう、ラベルの中に、はい、あ、それってなんかそういうふうな分かりやすいようなマークがあるといいですね、山梨県の主催のなんかそういうマークみたいなのを使われてですね、それで、ね、すごく受けると思いますね。これ結構大事なことなんで、ぜひね、ご自主的にこういうマークをやりましたってやってるといいかもしれませんね。はい、まあ、食品安全上の原則として疑わしきは排除するということをですね原則にしていただいて、まあ、今夜家畜の飼料についても遺伝子組み換え食品のリスクを考慮していかなきゃいけないのかなと思いまして、まあ、なんか影響が出てからでは遅いと、直ちに影響がないということがあれだけ批判されたというのは、直ちに影響はないけど、じゃあ先々あるんだったら嫌だよねっていう話ですからね。枝野さんの話、はい、そうなんですね。ですから GMO 食品同様に GMO 飼料も排除してほしい、でノン GMO 食品飼料作成で付加価値を高めていくということですね。で先ほどもお話ありましたが表示義務、我が国ではですね 5% 未満の場合は表示義務がない、 EU は 0.1% ですので、
で飼料に関してはこの基準すらないので、まあ、EU 並み基準というものをですね、最終的には目指して、まあ、ある段階的な基準でも、まあ、とりあえず 1% でしょうな、これ宮川先生お願いしま す、ね、これやりましょうよ、これね、日本の農業を守る、特にね豚肉ははっきり言って遺伝子的にはアメリカ産とほとんど変わらないんですよ。で豚肉ってこう、ね、地名のついた豚肉はあまりないので、あまりブランド豚ってあまりないんですよ、特に豚守るためにはね、もう餌を遺伝子組み換え排除して安全基準で勝負するしかないんですね。これも代々でやりましょう、できることだから。そうですね。そうで、トウモロコシについてはですね、オーストラリアは売りたがってるんで、要するにあの全農のあの方をちょっと移動させていただければぜひ全農のあの方をなんかこう政権がなんかに抜てきて抜いちゃってくださいよ、あの方を、 K さんを、 K さんをぜひよろしくお願いします。はい、はい、でも結局今度畜産のお話ですと、結局アメリカ産肉類なんかとの価格競争に巻き込まれると、これはもう消耗戦に行ってしまうだけですから、まあ、賢くないのでなんとか考えなければいけないということで、最近のよく世田谷区内でも見かけるんですよ、この、オージービーフ、これ4段積みなんですよ、これはね、そのマイバスケットさんというところがですね、開店記念セールで目玉商品にしてました。大体 150g ぐらいで税込み399円でした。で、実はオージービーフ、ご存知の通りノン GM 飼料 100% 飼料で、EU 向けにはホルモン剤も不使用になった。で、ホルモン剤不使用はですね、日本市場でも一部出回ってまして、まあ、要望があれば日本市場向けに出荷拡大が可能であるということですので、まあ、これをですね、要望を出していくなんていうことも必要で、で、なぜこのオージービーフに日本の消費者が協力しなければいけないかというとですね、オージービーフの消費拡大というのは、すなわちアメリカ産牛肉、このホルモン剤なんか非常に使用していますしね、人毛飼料を使っているので、これをまずは排除するというのが第一段階だろうという気がするんですね。で、次の段階で、その次の段階です。安全おいしいっていうアピールをやっぱりしていかなきゃいけないのかなというふうに思ってまして、で、まあ、豚肉とか鶏肉でもですね、本当にそんなすごいブランドではなくても、森のなんとか豚とかそういうレベルのものでもですね、鍋料理なんか使った後、豚しゃぶなんかした後の締めの雑炊の味がやっぱり違うんですね。あまり間違いですね、油の。だからそういう違いというのをもっと打ち出していく、で消費者にアピールをしていくという人があるのかなと思います。で、次についてですね、ごめんなさい、で、まあ、ノン GMO 飼料 100% 飼料、ホルモン剤飼料、あるいは最小塩飼料というもので、やっぱ付加価値をつけて、その分価格は上乗せをする、でも安全も味も保証するという形でですね、言っていっていただけるとですね、消費者として大変ありがたい。で、中国ロシアもね、GMO 食品や作物禁止してますから、これノン GMO 飼料と国内栽培とか、まあ、当面のですね、ノン GMO 飼料の輸入というのをしないと、これ逆に今中国が非常にオーストラリアのノン GMO 飼料を買いたがって、これね、実はちょっとこの間聞いた篠田さんに言ったんですけど、中国がですね、オーストラリアに10年後ぐらいには100万トン輸出してくれって言ってた。だから早くしないと買い負けちゃうんですよね。今オーストラリア79万トンですと、今年で1年間に 7,8 万トン増産で、もうジャングルのあたりですね、南海線上のところも開墾しまくって、もう必死になってやってる、もういつかって言っていうぐらいに、今ものすごく今もう中国もこの頃目覚めまして、もうオーストラリアからノン GM のコーンをものすごい勢いで買ってて、今年ね、対応は遅かったんで、麦が一つも買ってない、大麦はね。だからもちろんね、国内で耕作放棄地なんかで、ね、そうそうそう、栽培していくことは重要なんですが、とりあえずつなぎとして、うん、ああそうですね、確保しようかな。耕作放棄地、今度ね、税制上がるのもあるんで、ぜひ耕作放棄地で、デントコーンを作るということで補助金を出すなりですね、これ、ぜひちょっと山梨県でも考えていただければ。で、はい、9月にですね、埼玉県の塚田牧場さんというところが伺ってきたんですが、埼玉県最大の牧場ですね。元牛価格が非常になんか上昇していて、50万円から70万円ぐらい上昇していて、でも肥育牛の取引価格は横ばいで120万円程度なので、非常に利益が減っているということをおっしゃっていたんですね。で、利益が減少するので、普通の
畜産農家の方はホルモン剤とか飼料を使って肥育期間を短縮するんだということをおっしゃっていて、もちろんこちらはそういうことをしないということをされているところなんですけれども、あと最近熟成牛がブームだなって話がありますが、これもやっぱりここの利益が減少するっていうところから何とか付加価値をつけるということでこういうブームになってるんだよというお話でしたね。ただ基準なんかが全然できていないので、ちょっと今後なんか食中毒とかそういう問題が出るんじゃないかっていうことは危惧されてましたね。でこちらの牧場さんはそういうことはしないで非常に自然な形でね育てていくということを心がけていて、非常にね私初めて行っても下が寄ってくるので、なんて人懐っこいのかしらと思っていたら、満腹まで食べさせないようにしてるんです。だけど餌が欲しくて寄ってくるんですっておっしゃってましたね。結局満腹まで食べさせてしまうとやっぱりあまり質のいいお肉にならないなということをおっしゃってました。ですからやっぱりノンジーの飼料なんかを使っていかに付加価値をつけるかなんていうことをおっしゃっていましたね。なのでやっぱり耕作放棄地の利用法をそういうものをつけうまく飼料を作れるような枠組みを作ってほしいということもおっしゃってましたし、こちらの堆肥を利用したですね無農薬有機栽培の空心菜をですねいただいてきたんですけれども、これは非常に茎を炒め物にしても美味しかったですし、葉っぱは天ぷらにしてですねうどんとかそばにすごい美味しかったです。ただね人手不足なので後でもお話しますけれども出荷はできない、育てて育つんだけれどもそこを出荷用にですね刈り取って洗浄して非常に梱包とかをする、そこの人手が足りないから出荷ができなくて増やせないとってことをおっしゃってました。で都市農園なんかも考えてみたんですが、まあやっぱり土作りに5年ぐらいかかっちゃうのでそこをどうするのか、安全安心なものを作るための無農薬有機栽培のための土地土を作るのに時間がかかってしまうので、その間という結構もあるし、空き家なんかを利用したとしてもすごい小規模なので都市で作るっていうとまたちょっと問題が難しい問題があるのかななんていうことをおっしゃっていました。今年ね都市農業基本を、できますね。ちょっと前のガイアの夜明けでもやってましたよね。で都市農業の日っていうのも制定されました。11月2日ですね。で、ようやく本題に入りまして、その東京都世田谷区の取り組みなんですが、一応世田谷区食品安全条例は自体は未制定なんですが、実はこれに代わるですね、実態的な取り組みというのが非常に充実しております。特にですね、区立小中学校、区立保育園の給食における取り組みというのはかなり先進的なものがありまして、マーガリンはもうすでに解除は完了。で給食原料の原産地表記と国産食材の原則利用ということをしています。それから食品添加物は極力避ける、化学調味料は不使用、 GMO 食品も不使用、遺伝子組み換え不使用の証明書提出が実は義務付けられています。これどうですか、山梨ではこんなにやってます。これはぜひやるべきですね。これは本当にでやればできることですね。そうですね。でしかもこれ全然 TPP の適用除外ですからね。いやこれ TPP もともと内外の無差別な適用大丈夫だからこれできるんですね。これなんかは非常に日本の国産物は有利になるんですね。これすごいなと思いますね。はい、例えば、これ私子供今下の子が保育園に通ってますので写真撮ってきました。食品添加物と GMO 原料が使用されていないか毎年検査を実施しています。でお迎えに行きますとですね、夏場はちょっと腐っちゃうのでないんですが、こういうサンプルが置いてありまして、本日の給食っていうことが出てましてですね、子供が今日これだったんだよとすごく見に行こうって言って教えてくれます。で毎月放射性物質の測定検査を実施していまして、ちゃんとこう結果の紙がですね掲示されてます。しかもここに手書きで今月も検出されませんでしたびっくりマークって書いてあります。でしかもこんなこれも毎月月末に翌月分がですね配られるんですけれども、これがまたメニューの横に貼ってありまして、
で、世田谷産野菜を用いた場合は生徒児童にこれ小中学校もそうですから、伝達し保護者に周知し郷土愛の行政と食育の充実に努めるという方針がありまして、こういう形でですね、本日の食材ということで産地表示での国産です。たまに例外的にですね、国産じゃないものがあるとそれは何かというと、国内では取れないものですね、カジキマグロとかそんなものですね、大体基本全部国産です。でどこ、どこ産地どこどこって全部書いてある。これ知ってますか、これ多摩川がね、1974年にこう、でこう家が流されてよくテレビに出るやつです。こんなすごいです。これが小田急で、これが国道で、ここに荒井関が、今これ当時自衛隊がこう爆破したから半分なくなったんですけどね、こんなことになっちゃったんですね。でちょっと下から見ましょう。これ今年の多摩川見てください。もうこんな状況でついに氾濫寸前で、下流の方の大田区で避難命令が出たんですね。こんなことまで言ってですね、高級住宅で有名な田園調布の近くが危なかったと思います。ここまで行ってる。特にここ 2,3 年ね、非常に大型化してるんですね。台風も大型化してるし非常に危険です。さあ次行きましょう。これ見てください。土のう積んでやっと溜まってると、こんな状況も起こります。で特に二子玉って言われる有名な二子玉川っていうところでですね、なんと東京都内唯一の無堤防地区があると。これ先生なんとか補正予算つけてもらえません？これで、これ公明党が OK してますので、よろしくお願いします。ここ大変なことになってるんですね。ちょっと見てください。はい。で、特にこんなことがあるんですね。さっき言いました。でここちょっと地図見ると、ここからここまでね堤防ないんですよ。で怖いことも、この二子玉川から隣の駅までですね、実はこう崖になってましてね、ちょっと地図が分かりにくいんで、30メートルぐらいの崖があるんです。で道が止まってて突然階段になったりするんで、電動アシストの自転車でも登れなかったり、車椅子登れないぐらいの坂なんです。で今年茨城県の常総市で洪水があってね、多くの方亡くなりましたけど、あそこは隣のつくば市に比較的平坦な道だから逃げれるんですよ。ここ逃げれないんです。もう断崖絶壁の崖になってて、しかもこの下流に行くと昔のジャイアンツの練習場があったんですけど、この辺になると天井川になっていてですね、全く逃げ場がないんですよ。手出したら1000人単位で殺します。でここに楽天が移転してきたんですけども、10メーター以上ですねかさ上げしているような状態で大変なんですね。で、さあ、いいですか。でもこういう、ここ兵庫橋、これ橋全体沈んでしまって、今年この欄干をですね、なんと世田谷区の職員がですね命綱つけて外したんです。そう、これを外さないと土石流とかで橋が流されると、職員流されるんじゃないかと思うんですが、というぐらいに今怖いことが起きてる。でここ多摩川って書いてるんですが、これ実はね違法建築って言ったんだけど、これどうなんですか、もともと違法ですか。これ川の、これがもともとの堤防で、この川の中になんとマンションが建ってるというですね、ちょっと恐ろしいことが起きてるんですね。はい。雑木林が起こって、ここ見たらね、今の場所ですね、あ、次ですか、これ国交省の人、この点々がこっからここまで、この部分もやっと仮堤防ができたんです。ここの約800メートル、特例級危険化になってるんですね。だこんなのを放置して大変なんですね。これぜひですね補正予算でやっていただきたい。これ世田谷区民からの立っての頼みでございます。実は今回の今や先週のですね第4回定例会、それ第3回定例会でも、保守系無所属の議員がこれ問題にしています。これ非常に怖い話ですので、ただこれね
TPP で林業が弱るとね、都市住民も危険なんです。で、逆に言ったら、やっぱり日本国内一体なわけですよ。これ本当にね、やっぱりみんなこう日本で、やっぱりその消費地ももっとこの生産地を助けていかないかって話とつながってくるんですけど、本当大変なんですね。林業を軽んじると国滅ぶっていうのはまさにそうであります。特に、災害があった時にね、水害だけは行方不明ってほぼ全部死亡と思わなきゃいけない。なぜかって言ったらね、2分間沈んだら大体死にますよ。地震やったらこうね、空間が残って、火災さえ起これ助かる確率もありますけどね。本当にやばい。でしかも東京の場合、この間 NHK でやってましたけど、江戸川と荒川に挟まれた、足立区、それから足立区、江戸川区、葛飾区ですね。この辺りは結構避難計画やってるんですけど、ここ聞いたらね、避難計画はあんまりできてないらしいんですね。これ非常に怖い話ですね。はい、じゃあ次行きましょう。ここですね。はい。洪水時に立ち退くっていう条件で、その料亭がね、この辺ですね。この玉積み通りの川側のところですね。そうです。本来は立てちゃいけない。そうなんですが、洪水時に立ち退くよっていう条件で一応空港名義なものを売りにした料亭が存続が認められてるんですね。で戦争中にそれこそ料亭なんかで遊んでる場合じゃないよねっていうことで売り上げがどんどん落ちてきまして、それが民間に売り出されてですね、戦後の宅地なんかにつながっていくんですが、料亭の水耕亭というものがあります。この跡地にですね、富士館会館という結婚式場が建てられまして、さらに先ほどちょっと写真に写りましたタワーマンションがその跡地になっているというかなり複雑な経緯がありまして、でもこれ多分都市に特有の問題なんでしょうかね。このいやないけど川の中に町があったらここだけでしょ。所有権が入り組むとかそういうね、立ち退きがちょっとうまくいかないとかいう話があったり、で先ほど出てきたこの小山ドライビングスクールというのがあるですね、非常にもう幅狭くて堤防が建てられない地区があるんですが、そこは実は1969年まで多摩川予備飛行場というものがあったというですね、かなりこういうさまざまな経緯がありますね。でただ、地元の声としては、非常に無粋なスーパー堤防みたいなのを建つのは嫌だというのと、あとここの中洲のところにある兵庫島というですね、島がありまして、そこへのアクセスを保障してほしいということが、確保してほしいということが地元の声で、ここですね。だからこれ平日の昼間に行ったんですけれども、非常に賑わってました。なのでそこはアクセスは確保してほしいという要望が非常に地元では強いので、治水っていうとそれこそもう漢文に書かれている何千年も前から人命に直結する政治の要ですから、必要なことではあるんですが、ただそういう地元の声というのをね、踏み潰してまで作るべきものではないので、最大限そういう地元の声をですね取り入れていただくなということで、最終的にはですね、林業の助けにもしていっていただきたいとね。先ほど の, その雑木林なんかもこれもですね、全然手が入ってないんですね。多分あの雑木林が自然堤防になっているんですが、あの雑木林自体の保水力が相当落ちてるんじゃないかなという感じは受けます。でね、この夏も50年に一度の雨量っていうのを何回あったのかというような状況になってますから、これはちょっともっと人命に直結するので、TPP でねちょっと打撃を被ってしまう林業 の, 対策としてもですね、こういう保水力を上げていくような形できちんと、人をかけて人を入れてですね、手をかけていくということが必要かと、ね、小林宮さんみたいにね、林業を犠牲にしてもいいって言っちゃったらね、犠牲にしてもいいものが多すぎるから、いやそれは実は自分に返ってくるわけで、都市部で大洪水が起こっていっぱい人殺して、これもうあふれかかってるじゃないですか。これどう見てもやばいわけですよ。ちょっと時間をしてきたんで、そうそう、はい、そんな感じで、ついでに言うと、古墳なんかもですね、世田谷区内にいろいろ出たりしておりましてですね、これちょっと一気を保存されるの決まったんですけど、これもね、もったいないから、なんとかちょっとならんかなっていうのがあるんですよね、これね、ちょうどね、オリンピックでアメリカ選手団のキャンプ地が決まったところのすぐ横から出てますよね。これね、先生、高速道路のランプなんで15メーターずらすから全部保存できる。都市計画設定変更しなくてもずらしますから、これやったらね、支持率上がりますよ、人が。ちょっと宮川先生、そんなこと言って東京の2人まだ決まらないじゃないですか。
東京の2人でまだ決まらないじゃないですか、ね、参議院候補ですね。そうですよ。どうするんですか、連邦退治。そうでしょ。いや、どうです、もし10勝22敗やんかなったら。ゾンビを退治しなきゃいけないっていう。それは分かりますまあ、そんなことなのでですね、ぜひ都市の消費者にもですね、皆様方のさ、産地の皆様方のお役に立てるように、ぜひお仕事させていただければと思いますので、こういう世田谷区の事例などもありますので、ぜひこういう運動をですね、各地に広めていっていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。甲子園通りの加藤です。どうもありがとう。石川先生 の世田谷区のことが大変興味がありまして、実は私どもの、住んでいる行政も、地産地消なんとか部会というのがありまして、学校給食に、産地のものを使ってもらおうということで、いろいろと働きかけをしていただいております。結論から申しますと、なんせ、学校給食交付しない、言っちゃった大丈夫です。交付しないの、小中学校の、学校に共通に届けるだけの品物が集まらない、それから集めるために業者さんに、お願いをしているというような、ことがありまして、なかなか交付さんのものを交付市の学校で使っていただくということは、いろんなハードルがございます。その辺のことをまたこれからなんていうんですかね、例えば学校が全部同じ時期に一緒の献立をというような、そういう縛りがなくなるとまた。それ世田谷バラバラやってますよ。あ、そうなんですか。それはできることですね。世田谷バラバラやってます、はい、その辺のことを甲府の方は努力して苦労しておりますので、ぜひ石川先生の今のお話を甲府のその地産地消の担当者に聞かせたいという思いで聞いておりまして、またご指導よろしくお願いします。ありがとうございます。世田谷も先ほどもありましたが、世田谷育ちの世田谷野菜のやっぱり 40% しか供給量が満たせないので、同じく練馬区で地産地消の取り組みをされている方に伺うと、やっぱり練馬区もニーズに比べて収穫量がもう限界に来ていて、やっぱり人手が足りないということがありまして、例えば市民農園みたいなのを大規模に作って、そこの人手を入れるとかいう仕組みができないかなとか、いろいろ考えてはいるんですね。あと産地の連携、同じような基準でできないかなとか、いろいろ案があるんですが、やっぱり現場の方の声っていうのは一番具体的に、ここをピンポイントでして、こうしてくれたらこうなるよっていうのがあれば、多分行政の方も動きやすいのかなと思いますので、本当にピンポイントでこれをこうしてくれたらこうなるっていうのを教えていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。なんかマッチングの問題のような気がしますね。なんかまとめを聞いてみて。そうですね、やっぱり産地もね、それぞれ得意なもの、得意じゃないものって当然ありますからね。そういうので広域連携みたいなのがね、統一基準で安全基準を統一化して連携できたりしたら面白いのかなというふうに思いますね。そうメニューがね、やっぱり同じ学校で悪平等みたいになってるのはちょっと聞きすぎてるのよく分かりましたんで、まあ学校によって違っていいじゃないっていうことがある、かなり参入の幅も広がるってよく分かります、ね。例えばね、だから A パターン、B パターン、C パターンで組み合わせていて、ね、何校かずつ回していくとかもできたりとかね、するといいかもしれない、ね。栄養士さんの、人件費が高くなる、いろんなパターン作ればそんだけ人栄養士さんのが必要になってくる、そういうこともあるみたいですよ。まあ、しかし1回作ったレシピで次の年もう一回そのまま使えばいいですから、まあ、A 年 B 年 C 年 D 年みたいな感じで回してもいいかと思います。多分工夫の余地ってまだまだあるのかなというふうには思いますし、必要なところに必要なコストをかけるのが私は本当の改革だと思っているので、闇雲にコストを削減して給食費を安くしましょうみたいなのが先に来るのも違うのかなというふうにはちょっと思うんですね、はい。やっぱり子どもの健康っていうことを考えると、そこには必要なコストを講じていかなければいけないというふうなのは、もうもはや大前提なのかなというふうに思いますので、はい、そういう仕組み作りをしていけたらなというふうに。